そうですね、まあ、その仕上がりは順調だと思いますけど、まあ、正直2日間ですかね、2日間しかテストしてないし、チームメイトのジョニーとも1日しかテストしてないので判断を下すのは分からないんですけど、まあ、今回のテストが順調だったかどうかっていうのは決勝で分かるとは思います。まあありますけど、まあ、去年より早く走りたいなっては常に思って毎年挑んでますけど、その前年より今年、まあその先々には、まあでもここ2年ちょっと僕転倒してるんで、まあ、転倒しないようにしたいなと思います。いやもうまあ当然やっぱ考えるのは楽な展開とか考えますけど、まあないでしょうね。やっぱり勝つまではそのプレッシャーとかいろいろあるんで、チェッカー受けるまではまあ楽はできないと思いますけど、僕は勝てるのは何でもいいです。はい、ファンの皆さんこんにちは、いつも応援ありがとうございます。今年も8台に参戦することになりました。もう目標は優勝だけですけど、去年一昨年の失敗を繰り返さないようにするのと、早く走れるように頑張りたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。っていうか俺ごめん、やだやだよね、なんか変だったよね、変だよね。いやいやいや、パーフェクト。今の心境はまあ準備できる、自分ができる準備はしっかりしてきたつもりなんで、あとはレースに、まあ、普通に挑める状態、なんだちゃんと挑める状態ではあると思うんで、いや毎年そういう風に言ってるんですけど引っ張れてないんで、なんとか今年は、まあ、テストでもうまくいい部分を引き出せなかったんで、明日のフリー走行でなんとかいい方向に持っていけたらいいなと思います。まあ、去年勝ってるし TSR もそうですし、まあ、ちょっと強いチームいっぱいいるんで、TSR だけじゃなく、まあ、頑張ります。とにかく、はい、ちょっと珍しく昨日スカイツリー登って武蔵1位になれるようにと思って願掛けをしてきたんで、いや634m じゃないですか。ああ本当だ。だから、まあ、そういう意味でもで一応なんだろう、連覇党では世界一って言われてるし、世界一、一応世界耐久選手権だし、1位になるために、3年ぶりの優勝を目指して、今年こそは、まあ、去年本当に悔しい思いしてるんで、今年は優勝できるように頑張るので、応援よろしくお願いします。はい、今年の8台22号車チームアジアホンダで走るチームなんですけど、まあ、ライダーがあの急遽っていうか、あの変更になってあの高橋優希があの走ることになったんで、まあ、あの僕とアズラはまあそのままテストをずっと今年してきて、あの、まあ、そこまでテストの数も今年は多くなかったんで、あの大変だったんですけど、まあ、そこに優希もちょっとテストなしなんですけど、まあ、でもあのライダーのポテンシャルはあるのも分かっているので、はい、非常に楽しみなレースだと思ってます。そうですね、また急遽本当に決まりまして、テストもできないまんま、まあ、明日から走るわけなんですけど、まあ、足をなるべく引っ張らないように精一杯頑張りたいと思います。まあ、不安はないです。とにかくあの楽しもうと思ってるし、当然であの結果も出したいと思ってますし、あの本当に好きあらば表彰台じゃなくて優勝したいと思ってるので、僕らは、まあ、とにかくあの自分らの決められた仕事をしっかりすれば、あとはもう本当、まあ、運任せってわけじゃないですけど、あのまともにやり合ってトップチームになかなかかなうちょっとまだ体制ではないので、
まあ、その辺はみんな分かってるので、まあ、自分たちの仕事をちゃんとやれば、まあ、おのずと結果は出ると思ってます、はい、New member? Very good. You know? Yes. 一回テストで一緒になったことがあるんで、あの去年の元2の方のテストで、はい、なんか印象ありますか？まあ見たもの面白い選手で走りも面白いですね。すごく勢いがあって、はい、楽しみだと思います。頑張ります。頑張ります。